せーの、はい。ようこそ、ゲタと妄想じゃないそうです。ということで今回なんですけども、真夏の全国ツアー2021ファイナル東京ドーム公演の座席見ていきたいと思います。やだー、怖い、やめて、見ないで。はい、ということで今日11月13日からチケット発券開始だと思うんですけど、もう行くしかないでしょということでね、今日行ってきました。こちらセブンイレブンでね、またチケットを受け取ってきて、またね、またいつも通り確認されるんでね、チケット見せられて、はい合ってますって、薄めで、あい、合ってますって言ってね、来たんですけども、店員の人がね、結構、高齢の方でね、あ、大丈夫って、見てないのがね、バレてたみたいな、ね、感じしたんですけども、あ、大丈夫ですって言ってね、絶対見ないようにしてきたんで、今から皆さんと一緒に見ていきたいと思います。で、まあ僕は東京ドームね、2日間、20日、21日あると思うんですけど、21日の方ね、当たって、で、モバイルメールの、そのメール選考、今回あったメール会員選考受付で当選したんで、まあその、一つの、まあなんか目安というか、こう、メール会員の人の結果だよっていうのをね、分かった上でね、見てもらえればと思うんですけど、まあもちろん狙いはですね、アリーナ。アリーナの、まあ前の方と、あと多分花道、道があると思うんで、その内側の、やっぱステージに近い側のアリーナ、それからあとはスタンドの1列目とか、その前の方、スタンドの1列目もやっぱ結構ね、その見やすいというか、いい席なんじゃないかなと思うんで、まあ、そこをね狙って、まあなかなかやっぱ東京ドームね広いし、来ないと思うんですけどね、まあ、もう正直ね、まあ、当選しただけでもラッキーじゃないですか。当選してない人もやっぱいるわけだから、当選しただけでラッキーなんで、もう正直マジでどこでもいいっす。もう本当に一番遠い席、もうめちゃめちゃウェルカム、本当にねどこでもいいので、ということでね、見ていきたいと思います。いきます、開きます、封を開けて頼むよ、せーの、はい。おー、41ゲート、10通路、2階3塁側、E33 ブロック、23列。これ2階か!スタンドの2階か!まあ。でも40通路の、あ、23列。あ、まず、いいとは言えない席来た。いいとは言えないな、多分。全体にいいとは言えない席来たんですけど。まあ、多分今どこら辺かっていうのをね出てると思うんですけど、41ゲート10通路2階3塁側 E33 ブロック23列、この23列っていうところもね、やっぱちょっと微妙なのかなっていう気するし、まあ2階っていうのもやっぱりね、結構高さも出てくるんじゃないかなっていうところで、まあ、メンバーはやっぱりまあ、超めちゃめちゃちっちゃく見えるぐらいなのかなと思うんですけど、まあまあもういいですよ。もうね、さっきも言った通り、もういけるだけではありがないんでね、もうほんとどこでもいいので、もうほんとこの席でね、もう決まったんで、この席でもう全力でね楽しんでいきたいなと思います。ということで、まあそんな甘くないよな、まあそんな甘くないっすわ、甘くはないっす。ということで、まあ、ぜひね、皆さん東京ドーム、今日発見だと思うので、席分かった人はね、コメント欄で、僕、この、ここら辺の席でした。アリーナでしたとかね、アリーナでしたっていうコメントあったら消すけどね、そういうコメントね、どこの席だったかっていうのを教えてくれると嬉しいです。あ、チャンネル登録と声がついた方からもやってるんですけど、フォローもよろしくお願いします。バイバイ。